ケミス・トミヤス、先発フル出場チームも勝利と首位奪取に貢献。ゴールグローバル版でトミヤスは7と高評価で、いつものように堅実だった。ホワイトほどオーバーラップの脅威はなかったが、それでも可能な限り前へ出たと記された。地元メディアフットボールロンドンでもトミヤスはチームトップタイの7と高評価に。寸評では右サイドバックとして、またしても堅実なプレーを見せた。ブレントフォードは彼のサイドバックを嗅ぎつけることはできず、彼のオーバーラップが盛んにスペースを作ることもあったと評価された。ナインティミンでも7と高評価になり、試合の大半でブレントフォードの左サイドを難なく封鎖したと記されている。勝利は勝利だが、シーズン当初から攻撃陣がひどい。唯一の明るい点はトミヤス、サリバ、ガビ、ガブリエウ、ホワイト、ジンチェンコの守備が常に堅牢で、ライスも同様だったことだ。トミヤスは本当に過小評価されているよ。この男は堅牢だ。トミヤスはコンスタントに前に出ることはないけど、今日も彼の堅実なパフォーマンスを見ることができて素晴らしかった。守備面での彼は俺の心を平穏にしてくれる。時折オーバーラップを試みてはピッチの中央にも入っていた。トミヤスが堅実にプレーし健康であることがとても嬉しいよ。彼との契約を頼む。彼は自信を与えてくれる。今日も何回か攻撃面で良いポジショニングをしていたが、運が味方しなかったね。この試合の明るい話題の一つが、トミはベニー・ホワイトよりもスローインが素早いということ。俺はトミヤスのことが大好きだけど、ホワイトの方が攻撃面でより多くのオプションを提供してくれる。それでもバックラインにトミヤスのような優れた選択肢があるのは素晴らしいことだよ。ゴールを決める前のラスト10分間の支配的なプレーは素晴らしかった。そしてトミヤスに称賛を。なんて素晴らしいディフェンダーなんだ。ジンチェンコ、ガブリエウ、サリバ、トミヤスはそれぞれ10点満点のプレーだった。トミヤスもライスと同様に MOM にふさわしかったと思う。トミヤスだけ広ピッチ上のどこでもプレーができ、毎試合少なくとも7点のパフォーマンスを発揮する。試合に出られなくてもメディアに一切の不満を漏らすことはない。究極のプロフェッショナル。こんな選手がチームにいるのは本当に幸運だよ。はい、ラブ、トミヤス、彼のデュエルは本当に頼りになる。誰か今日のトミヤスの守備での整然さを見ていたか。この男はウィサを沈黙させていた。トミヤスは俺が見た中で最も知的なディフェンダーのトップ5に入る。チェルシーにはトミヤスが必要だ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。